ものすごいものなのかなと思いきや、おおっていう感じで、2つのなんか岩なんだけどっていう感じで見えてます、そこにですね。でもこのサザレ石をよくご覧いただきますと、大小さまざまな石が集まって一塊になっている様子がよくわかりますが、石灰の成分によって大小の石が集まってこう一塊になるものなのだそうで、このような岩になって苔の無数まで、サザレと石が違うてたんやな、この中で。そうそう、なるほど、うん、適当にずかんで、あとで食べて。今もう俺は何だ、これちょっとお金出したの。非常に45円でもいいし、5円か、もうすぐ5円がない。45円だよ。